お疲れ様です。山田ジャックです。始まりました。山田ジャックのお疲れディオ。この1時間はね、ちょっと皆さんのお耳を拝借ということで、えー、あのーラ、ラジキシ、ラジキシがみんなバッタバタしてて、みんな、スタッフの人が、えー、なぜかと言いますと、もう先ほどのね、サンセットアワーでも、あの、言うてはったと思うんですけど、 まあ、あの、まあ残念って言ったら残念ですけど、ちょっとね、緊急事態、ね、宣言が、まあ延長されるかもということだし、まあ大阪のね、えー、人数が多いということでね、まあまあ残念なんですけども、ちょっとまた <laughs> お疲れでィえー、来週から、えー、自粛ということでね、もう <laughs>、 <laughs> えー、そうなんですよ。ね、えー、<laughs> あの「おはきし」というね、えー、あの朝の番組は11時までの生放送はあのやるみたいなんですけどね、えー、それ以降のまあね、えー、なんてうんですかね人が多い時間帯といいますか、まあえー、収録とか生とかのね分はちょっと自粛ということで。えー まあ残念ですけども、山田ジャックのお疲れデディオもまあ、でも分か,分からないですもんねも。もしかしたら来週だけで終わる可能性もあるし、再来週2週間ぐらい休みかなとか、まあ、分かんないですからね、こればっかりはね。うん。まあ、だから、ちょっとの間ね、ね皆さん、えー、アーカイブ YouTube でね、ちょっと聞,聞いてね、楽しんでいただけたらなと思っております。<laughs> えー、そうですね。 えー、今日は何をしようかなお,お便りねお便りなんか何、えー、ですかね <laughs> あのー、先,先週はラジオゲスト来てもらったりとか、えー、何やかんやでもうちょっとね皆さんのお便りを全部全部読めてない気がしてね、えー、ちょっとそれを拾っていこうかなと思ってるんですけどね今日はねまあ、えー、一応えー 緊急事態、ね、宣言解けるまでの間の最後の一,一応の、えー、最後ということでねそうそうラジオ岸和田さんがね10周年を迎えるそうでおめでたいことなんですけども <laughs> そんな偉いバタバタな時にやるなあ思ってね10周年、えー、まあね、えー、まあそれにね、まあ、僕やり始めてこれ3年目かな。 まあ、そちょっとねこう、関わらさせてもらって、えーね、ありがたいな、大体10周年っつったら、なんかねその、もっともっとこう、俯瞰で見た場合、最初の10年まではこんな人がおってな、あんな人がおってなってね、も,うもっともっとこのラジオク士がずっと続いたら、何年か後に振り返ったら、なんかこう、ラジオ騎士はの、初期はな、みたいな話になったときに、大、ま、体、あ、10年ぐらいまでの話をするでしょう。 そこにね、一応山田ジャック名を連ねてるということはちょっとありがたいですね。うん、えー、そんな困難、えー、ななんですけども、えー、何から読むかなそうそう。えー ちょっとバラバラ時系列バラバラになるんですけども、えー、ちょっと前にもらってた、全日本マんま、えー、ありがとうございます。ジャックさん、お疲れ様です。今日も尿素水の近所から放送を聞いている全日本です。多 <laughs>、えー、他局ですが、尿素水のラジオが4月で終わりと聞き、ショックでした。 <coughs> ぜひ、ジャックさんのラジオにゲスト出演していただ,い,ただいて、生の尿素水や会計君のトークを聞きたいです。今日もありがとうございます。ということでね。まあ、そうですね。あのいろいろやっぱりこうね、えーまあ、僕もこうプロデュース目線みたいなのがあるんでね。えー、そういうのでは、まあ、尿素水を僕がうまく扱うの,扱えるのは、 えー、やっぱりライブかなと思ってますね。うん。だから、えー、ライブでね、えー生えー、生のお客さんで、えー、いるところで、えー、この生の臨場感で、あの人の俺が突っ込んで、あの人の変な間とか、もう寝てるんちゃうかという間とかね、ああいうのがやっぱりこう面白いんであって。 また、この、会計クルに予想するスの絡みは、まあ面白いですけども、うん、僕がわざわざという感じでもないかな、ラジオでは。はい。ってな感じで思ってます。だから、まあ、ライブを、えー、見に来てください、ということでね、えー。そんな感じですね。んで、えー 連邦の白っぽいのさん、えー、4月22日にもらってますね、えー。ジャックさんお疲れ様です。今日は親父のしている病院に、えー、尿取りパッドを届けるため定時で帰らせてもらった関係でリアルタイムで聞いております。これ、これ読んだかな <laughs>、えー、ねえ。 冒頭バイクの話をされていましたが、バイク出てき、あ読んでないな、まだ。えー、冒頭バイクの話をされていましたが、バイク出てきたのですね、よかった、その辺のドタバタ、えー、お聞かせくださいということですけども。ねえあのー、あれですわ、バイク、そバイクをね、えー、僕、盗まれたんですよ。 もうねえもう腹立つやつおるねえほんま俺めっちゃ気に入ってたんですよあのズーマー X っていうバイクもうズーマーちゃんズーマーちゃんって言うてねなんかなんかね僕のバイクを買うタイミングって言ったらいつもなんか乗ってたバイクが故障して。 で、たまたま故障してたら、もうこれあかんで、故障、これ、修理するんやったら、えー、新しいの買った方がええんちゃうか、修理の方がタコつくかもしれんよっていうタイミングでね、あ本来新しいの買いますわ、言って、えー、その場、そこの馴染みのバイク屋さんで、その時、そのタイミングで、えー、中古車で売ってるバイクの中から、 まあまあ、この中やったら、じゃあこれかな、みたいな感じでね。えー、別にいや,いやじゃないですけど、そこにあ,あるもんを選んで、まあ乗ってたんですよね。うん。そんな、大体がで、そんなあれですわ。僕、たま、なんか、えー、その、スクーターじゃなしに、普通の、なんていうんですかね、ミッション型のバイク乗りたいなと思って、買いに行くわけでもなしに、フラットこう、バイク屋行って、 で、えー、ねそこのバイク屋のおっちゃんと喋っとったら、えー、ちょっとミッションバイク乗りたいねーとか言うとったら、なんかこう、ある日電話がかかってきて、えー、山田さん、なんか、ちょっと、いいバイク入ったよ、とかって言われて、で、バイク屋に見に行ったら、ただまたまだその時の出会いは TW っていうバイクやったんですけど、うーん、別にそこまで無茶好きか、言うたら、 まあか,かっこいいなと思ったけど、それほど、まあまあ、でも、うん、あの、程度もええし、色も黒でよかったから、ああ、じゃあこれ、乗りたいから買いますわ、みたいな、うん、的な、ある種妥協もありながらの、えー、そういうね、えー、バイク人生やったんですけども、今回の、その、ズーマー X、 もうタイミング的には前のシグナスっていうバイク、えー、乗ってたんですけどねそのシグナスというバイクがああもうどうもあかんと調子悪いともう買い替えた方がええんちゃうかなって言うてる時にたまたま店先で出会ったのがズーマー X やったんですよ、うん、でそれよりもあのいいバイクというかあの乗りやすそうなバイクもあったんですけど店の人はそっちをね どうですか言うてたんですけど。うん。いやー、こっちの、この、ズマ X、もう一目惚れなんで、みたいな、あのー、感じでね、えー、買わしてもらって。いやー、もうめっちゃ好きで乗ってたのにな。ほんでね、なんかこう、ウーバーいつもね、 そのズーク X でやって。で、こう、ウーバーイーも慣れてきて、で、ちょっとこう、なんやろ。ああ、なんか普通のバイト、バイトよりか、なんかちょっと給料が良くなってきたんですよ。うん。まあ、ちょっとか、ちょっとだけ稼げるようになったんで、あ、ほんなら、こうね、ちょっとこう当た、当たって割れてたとことか、えー、なんかこれからちょっとずつ、 ちょこちょここうカスタムしていこうかなとか思ってた矢先やったんですよね。で、まずそのヘルメットをね、えー、このズーマ X の黄色に合わせようと思って、ズーマ X の同じ色のヘルメットを買って、ヘルメットを買ってそれをイを塗ってもらうカスタムをお願いしてね、それが出来上がってくるのがだいたい2、3週間かかる言うゆでね。 あお願いします、言うて、そのヘルメットをまず買って、ヘルメットが届く間に、なんと、ズーマー X ちゃん、盗まれてしまって。ねえ。で、もう、あの、最近、つい最近、盗まれてからちょっと経ってから、ね、新品のカスタムされた、ズーマー X カラーのヘルメットが届いて、より、 こう心がつきんとてああウーバーあったらこれでこ,このヘルメットとかぶったらむちゃくちゃかっこよかったのになーとか思ってねええー、まあ、誰やお前今頃どこどこのどっかの国で乗られてるんかわからないですけどねうんああもううーあわれへんのかなあのズーマー X どこやねうーんまあ ウーバーで12時にすぎに僕帰ってきていつものねちょっと死角なんですけどねえ止めてで朝の8時かだからまたウーバーするためにえ乗ろうと思ったらあれへんかって「えっ!」って「ない!」って思ってねもうちょっともうなんか神隠しのような。 で、まあ、あのね、警察にも届け、もちろん被害届け出したんですけども、いやな、なんか珍しいなあ、言うて、あのあのバイク目立つしなあ、言うて。で、あのね、まあ、まあ、言う,言うたら、おあの俺の堺でも僕の住んでる団地言うのは、なんかこう、のんびりしててね。 なんか本当に老人と子供しかいないような、なんか、あの、ペンギン村みたいなとこなんですよ。あの、だから、これ、ほんまだから、その、ペンギン村にある、村にある、あの、警察みたいな、ね、あの、交番に行ったときに、いや、この辺、盗難あんまりないねんけどな、言われてね、でしょ言うて、俺も完全に、あの、あれですわ、言うて、あの、うん、こう、 ロックもね普通のハンドルロックしかかけんといけてましてんやんか <laughs> なんかこう車輪のとこにね輪っかとか線でもええー、ぐらいなんかのんびりしてたとこやったんで捉えることがまずないなあ思ってたんですけどねやられましたわほんまねで、えー、今はですね、えー、なんと多分 <laughs> あのビッグベンがね、な、えー、くなって、ずーっとほったらかしにしてやった、ビッグベンの 125cc、リード 125cc というね、バイクがもう結構ボロボロで、動けへんかった状態のバイクなんですけど、まあね、えーまあ、ビッグベンの形見やなと思って、それを僕の知り合いのバイク屋さんで安く修理してもらって。うん、で えー、今、調子良くなったんで、めちゃ、今の、乗ってますよ。うん。ビッグベンの肩身のね、バイクが、まだなんとも言えん、あのー、あれ、何色っていうんやろうな、茶色、うん。茶色。ね。おお、ちょっと食事中やから、<laughs> えー、遠慮しましたけども、茶色のね、えー、ビッグベンのバイクですからね。えー、 で、また、それやから、あのー、ねえ、こう、せっかく買った、せっかく買った、黄色のヘルメットが、合わへんのだ、これが。<laughs> なんかね、えー、だって、おっさんが乗るようなバイクやから、リード 50, リード125なんて。で、黄色のメットですよ。これ、完全に現場のおっちゃんやん。<laughs> これでドカジャンとか来たら完全に現場のおっちゃんやんか。ちゃうねんと。ずーわ X やからあえてあの黄色のね、ちょっと見かけによったらほんまに工事現場のおっちゃんヘルメットに思わせといて実はかっこいいみたいな。そんなヘルメット、アメリカンタイプのかっこいいヘルメットやってんけど、うんそもそもリードというバイクがおっちゃんバイクやから。 あどうしてもそっち寄りに寄せてしまうって、えー、ねえ、ほんまに、なんか、現場代わりのおっちゃんみたいなのを、えー、醸し出す、えー、ねえ、配色となっちゃうんで、ちょっとねえ、嫌や,やなあと思ってますね。うん。えー、まあ、そうやなん <laughs> 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 これ喋ってたらねあの腹立ってくるんですよ <laughs> 盗まれたことがほんま腹立つわね、えー、まあでもね、えー、日本の警察優秀やと信じたいですよねい,いつか出てきてくれるとね思っておりますうん。 まあでも連邦の白っぽいのさん、お,、ね、お父さんの病院に用取りパッドを、えー、届けるためにでね定時で帰らせてもらったんで、リアルタイムで聞けておりますって書いてますけど、ね、書いてましたけど、ね、大丈夫なんですかね、お父さんね。えー、うう、ん。まあうねえー、そうあのまあ、ああ、ね、その、 大体で連邦の白っぽいのさんも俺も大体よく似た年の親父を持ってるんでね結構、うん、なんかこうヒヤッとしながら、えー、聞いてたりするんですけど。うんえー そして、えー、花形くん、ラジオネーム、花形くん、ありがとうございます、えー。これもちょっと前にもらってましたけども、今週、ビッグニュースが2つありました。1つはアカデミー賞の発表、本命と言われていた、ノマドランド、ミナリ、どちらも緊急事態宣言前に鑑賞していましたので、納得の受賞でした。そしてもう1つのニュースは、アメコミ 映画から DC コミックスの「ジャスティス・リーグ」より単独,は単独作品「ザ・フラッシュに」に、えー、バットマンが登場するんですがその役をなんと32年ぶりにマイケル・キートンが演じるというのです。これは全身の血管が沸騰する、えー、方ぐらいか、えー、興奮しました。 えー、非常に楽しみですで、ねまあ、花形君はえ、えー、結構映画だいぶ映画好きですからね、えー、そうかそうか「ノマドランド」みなり「ミナリ」僕はどちらも見てなかったですね、えー、あこれがこもうだから何やかんやね人ってアカデミー賞とか。 うん、大体耳に入ってくるんですけどあのノマドランドもミナリも全くこの映画がやってたことすらあのうん知らなかったですねうんそうかそして、えー、DC コミックスのジャスティスリーグよりザ・フラッシュザ・フラッシュだあのね一番弱いやつやろ <laughs> あのね <laughs> こんなフラッシュに えー、フラッシュ好きなやつからしたら何言うとんねんジャックって思われるかもしれませんけどあの DC コミックスのジャスティスリーグのねえーまあ、ジャスティスリーグって言ったらあのアベンジャーズみたいなね、えー、マーベルのアベンジャーズみたいなの DC コミックスの、えー、あれですよ、えー、ジャスティスリーグですよ中ではあの一番あの弱い <laughs> 弱いって。 その一番こうパッとせえへんフラッシュがえー、ねあの単独作品にな,なるんですねうんそれにバットマンマイケル・キートンって誰やったっけ <laughs> マ,イマイケル・キートンでえー、後で調べようえー、ねそうかこれはねやっぱり生放送でこう お送りしていいるじゃないですかで僕ももう来月ちょうどね6月で50ジャスト50を迎えるんですけどもなんかねこう後々困難とかねあそうそうあいつやんけみたいな感じで思い出すんですよねふっとねあそうそうあのー、マイケル・キートンあれやんとかでもこうね今全くねあの頭にね浮かばないです <laughs> はい、えー さあそしてそしてえー、ね今週もええー、確かいただいてるんですよえー、ねえー「全日本正明ありがとうございます」「ジャックさんお疲れ様です」「今日も尿素水の近所から放送を聞いてる全日本です」「他局の話で申し訳ないですがあれこれさっきのやつか?」 えー、あ、それあれあ、<laughs> これさっき読んだな。尿素水と解さんのラジオが終わったという話ですね。えー、ちょっと前後、前後しますね。えー、あ、そうやね。ほんで、こっちからももらってるんだよね。えー、これはちょっとメガネかけないと、パソコンが読めない。 えー、連邦の白っぽいのさん、えー、いつもありがとうございます。ジャックさんお疲れ様です。緊急事態宣言真っ最中のゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしたかと。私は家にいたら、おうち時間大嫌い病を発症してしまうので、日曜日も含め、すべて出勤しておりました。緊急事態宣言延長される気配ですね。私の予想では5月末まで延長して1週間ほど早く。 解除するのではなんて勝手に思ってます、うん。ラジオを聞いていると、家に高齢者がいてるからコロナコロナうつしたら大変と友達の誘いをころ断っているうちに誰からも誘われなくなってしまった大学生の話が紹介されていました。本当いたたまれないですよねと。うん 我が家の高齢者はまだ入院しているので、えー、私は私からうつすことはありませんが、えー、それでも私も少しは気にしており、買い物以外、人の集まる場所には行かないようにしています。早くワクチン接種して、えー、今までのように鳥貴族で生ビールが飲める日々が戻ってほしいと願うばかりです。それでは 今日のお話リクエスト、バイク盗まれた状況や、その後の進展などをお聞かせください、ね。<laughs> まあ、俺のバイク盗まれたことめっちゃ気にしてくれてんねんな。えー、そうか。ね、まあまあ、バイク盗まれた状況は、えー、その辺は、えー、ね、先ほど、えー、お伝えしましたけども。そやね、ほんま、ね、コロナ大変ですわ。ね。 うん、まああのー、あんまりにもね、えーまあ、大変や大変やっていうのもね僕の、えー、気象からし気象というか僕のなんか性格からしてあんまり、えー、他のねもう僕が言わんでも他のラジオとか他の今のマスコミさんとかテレビさんとかが、えー、もう毎日。 延々と洗脳のように言うてくれてるんで、えー、あえて僕がね、コロナの話は、えー、することはないですけども、えー、まあね、まあまあ、大変な状況ですよね、うん。僕もね、やっぱりこう、家にいてて、えーし,んし,えー、しんどいって言ったらおかしいけど、うーってね、えー、なったりするんで。 えー、散歩とかは行きましたよ、久々に。で、僕ね、えー、去年ちょうど、あのー、ね、<laughs> ももちゃんとね、えー、ずっと歩いてたんですよね、えー、ウォーキングしてたんですよ。で、まあまあ、寒なってきたから <laughs>、やめたんですよね。で、あのー、その間にね、なんかまあまあ、僕、いろいろありまして。 えー、体重がちょうど、だからその、ね、歩いてた夏、9月、10月までぐらいの時から比べたら、僕、体重がね、14キロほど落ちたんですよ。うん、その、去年の11月ぐらいからね。で、やっぱり14キロぐらい落ちてから、ね、はえー、久々に昨日、ちょっとね、 まあ、あのも,もちゃんと歩くのを復活しまして、えーね、もうだいぶ暖かくなってきたからでもう普通雨ちょっと雨降ってたんですよだけどもうずっとこのコロナ禍で家にこもってて暇やないうことでちょっと歩こうか言うて雨降ってるけど傘さして歩こう言うてで <coughs> 歩いたんですけどね あのやっぱり体重落ちてる分ねすごく自分の中でわか自分まあまあ自分だけが分かるんですけど軽やかでしたねうんあ歩けるわみたいな,なんかさっ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 てっていうぐらいの感じが体感でそういう感じでしたね、うん、でやっぱりこうね 体動かして、まあ、1時間半ぐらいかな。1時間半弱ぐらい歩いたんですけど、あのー、やっぱり、あれですね。気持ちいいっすね、やっぱりね。なかなか家にずっとおったら、あかんなと、うん。えー、思いましたね。さあ、えー、皆さん、えー、ね、あの、 ありがとうございます。ね。さあ、えー、そんな感じかな。まあ、お便りの、えー、時間がとりあえず終わったので、えー、とりあえずね、先週、僕、あのかけ、ねえー、損じた、えー、ちょっと身がある、今日持ってきたんで。 聞いてもらおうかなめっちゃかっこいいんですよねこの歌ね。えー、じゃあ、えー、すいません「ミーガール、えー」で「バタフライレコード」ですどうぞ。 やんこの曲 <laughs> サナディやるなこれ作ってんからなえー、<laughs> なんかやっとんな <laughs> これこれあっかっこかっこええな夢をゴミにポイト捨てたりってところかっこええなガラスの道売りに行ったりってあそこ乗れるな <laughs> 何偉そうようて ヘイ、ミスターバタフライ、今夜何してる <laughs> ドライブに行こうぜかっこいいな。えー <coughs> <coughs>、はい、<coughs> そんなわけで、え <coughs>、えー <coughs>、ね、ミーガールで、え <coughs>、バタフライレコードでした。さあ、えー、あのー、あ、そうかなんか、あれやね。 えー、来てたね、えーえー、っと、<coughs> あっ、堀です、ね、さあね、しょうもないことですが、事情で猫を預かってます、順調に過ごしていたのですが、 えー、昨夜ようやく慣れてきたのか僕の足裏を舐めてきました、えー、今朝になって体調を崩し動物病院へ運びました <laughs> どうなるか先生急やばいちょっとですさ足の裏何なんか出てんちゃいますなんかあ,あかんやつが。 <laughs> ぜひねおっちゃんもご無事を祈るばかりですね猫、ね、ちゃんねうんあのウーバーね、まあ、まあほんまあれですだからあのー、なんですまあこのコロナでね、まあ、スパワールドでやってる、えー、いあのー ね劇場がまずなくなりましたね。で、道頓堀でやってる寄席がなくなりました。ですよ。で、いろんな、ね、えー、あの、何個かやってるうちの、えー、いくつかのライブができなくなってます。とか、いろいろこうやったら、本当にね、えー、あのー、 ななかなかキッチンですよこれねでまあまあウーバーイーツというのをねやり始めたわけなんですけどもこれはこれで、まあ、やってみたらね僕なんでもちょっとハマるっょったらおかしいけどなんか面白さを見つけるんであー面白いなと思ってウ、えーバーイーツでねずっと、うん、まあえーおぎえー、とギャラが出ない分補って。 生活はしとるわけなんですけども、うん、あのー、<laughs> ねも <laughs> ちょっとねウーバーイーツしてていろいろ気になっ,気になって僕なりに気になったことがあるんですけどまあこれは自意識が邪魔をするぐらい僕の妄想も入ってるんですけどもあのー、こうね Google のピンの指す位置いうのがねここつきましたよみたいな、えー、ピンの指す位置に えー、こう、も要はも持っていくんですけども、あのー、な,なんていうんですかね、えー、こっちの情報には、例えばですよ、こうヒルズガーデン、何々みたいなマンション名があるわけですよ。ヒルズガーデンってめちゃめちゃ、なんていうのすっごいかっこいい名前やん。ヒルズガーデン言うたら、なんかもう、ねえ。 十何階建てのやつ思,思い出せへん連想せへんだけど、ピンが刺してるのはね、めっちゃなんか二階建ての文化住宅なんですよ <laughs> <laughs>。うんココヒルズガーデン何々かとか思って、ぜ、な、なんやったらこう、ふ、もうちょっと季節柄、 あの早めの風鈴とかがね、あのカランカランカランって言うてるような、えー、昭和な感じの,あの、ほんまに昔からあるようなあの2階建ての文化住宅っていうんですか、えーこ、でも住所のピンはそこに刺さってるんですよ、うん、嘘やん、思ってね、えー、絶対ちゃうやろ、思いながら。 で、もう何丸何とかも書いてないんですよね。そこでグー、絶対ちゃうやろうな、これ。絶対ちゃうやろうな、思って。うん。で、もう、これは違うと判断をして、そういう時はどうするか、言ったら今度はね、今、時代が便利ですから、スマホやから、えー、その、えー、Google でね、 逆にそのヒルズガーデン何々っていうマンションを検索するんですよ。ほんねだね、たい外観みたいなのが出てくるんですよね。えー、ほんなら、やっぱやっぱり全然違うね全然ヒルズガーデン何々は違うねこ、こことは。うん。だからこう、住所入れ間違いとか、なんかそんなんなんやろな。そうそう。そんなん。 ってね、結構、だから、マンション名と行った先が一致してないっていうのがね、結構あるあるであったりとか。うん。でね、あのー、これ AI がね、なんかこう結構振り分け取るんでね、大体その同じマンションっていうのには行くんですけど、同じ人にこう何べも、えー、持っていくっていうことはあんまりないんですよね。めったにないんですよ。 でもね、あのー、<ー>いつもね、なんか結構朝方やな、朝方って言ったら言い方おかしいな、だから9時、10時台にねモスバーガーを頼む人がいるんですよ、それは大体いい同じ時間帯で同じマンションに持っていくんですけど、いつもピンポン、大体置き配とかが多い中、その人は玄関受け渡しなんですね。 えー、玄関先で受け取るっていうやつなんで,でピンポーンって押して「えー、どうも」って出ていったらなんかねめちゃめちゃお姉さんなんですけどめちゃめちゃいつも髪の毛が濡れてるんですよでなんかこうあの90年代の朝野厚子みたいな感じの,あのちょっと大きめの、えー、ワイシャツに濡れた髪をこうタオルでかき上げながら 気だるそうにあどうもーって出て出くるもう、ときめくやん。<laughs> ときめくやん、そんなん。でもう、ねええー、それがね、何回も続くんですよね。また、ムスバーガーで、ああ、このマンション、あれや、あのお姉さんのとこや、みたいな感じで。で、ピンポーンって押して。ほんと、いつもこう、 なんかこう、髪濡れながらこう、あ、どうも、みたいな、あ,ありがとうございます、みたいな感じで。ええー、わ、<laughs> ええわ、って <laughs>。あの、髪の毛濡れてるお姉さん、ねえ、えー、なんかを見るのがちょっと楽しみ的なね。えー、いろいろこう、想像膨らむや、なんかね。な、何かのこう、こそが、終わ、うん 後のモスバーガーガなんかいやいやいもう今からちょっと遅めの出社に控えて朝シャンしてからの朝ごはんにモス食べての出社なんかとかいろいろこうね、えー、お姉さんの一日のルーティンを考えたりしたら楽しいなっていうね、えー、そんなことをね、うん、考えたりしてま,ししてますしね。うん そうそうあと、まあ今日ちょっと、ウーバーの話、もうね、あのコロナでねあの、出ていく場所がないんで、家から出て行ってるだ、ウーバーとかなんでね、もう話がちょっと偏るから、これはもう皆さんにごめんなさいって言っとかなきゃあないんですけども、あのこの前、まあ、ウーバーね、僕、現金あの扱いしてないんですよ。 なのであのまあまあ言うたらカード決済とかあ、ね、そういう人の、うん、注文をばっかり受けてるんでまあ,あのなんかちょっと空白の待機時間みたいなんがあるんですよねどうしてもわーと混んでるときはばーとこうねえ、えー、順調にこう呪術つなぎでボンボンボンって配達入るんですけどふとしたときに 間が空いてた、え、ね、これもまあ、ウーバーイーツあるあるなんですけど、で、それはだたいね、マクドナルドの近所のところで待機してるのがベストらしいんですよ。マクドからのその注文を拾ってくるんでね。えー、だから、こう、なんで僕の近所のね、マクドの、えー、マクドがあって、そこの、 近くに公園がありましてね、そこの公園で僕バイク止めて、ちょっとね、こう、えー、一息つきながら、スマホいじって、えー、ね、ツイッター見たりやら何やらしながら時間潰して、注文のね、えー、あれが鳴るまでね、ピローンって鳴るまで、ちょっとボーってそこでしてるんですけども。まあまあ、季節柄いいからね、なんかこう、なんか、なんやろうな、あれ。 ちょっと喋れるぐらいの、えー、年,年長さんぐらいの、えーねえー、子供たちが、えー、先生に連れられてちょっとその公園でちょっとした、えーね、遊ぶって言ったらおかしいけど、ね、体動かしてっていうのでぞろぞろっと連れられてくるんですよね。うんん じーっとその子供が俺を見ながら何言うんかな思ったらあんなウーバー嫌やー。<laughs> くそ腹立つわあんなウーバー嫌やー。<laughs> くそ くそー思って、あ、そう、ごめんよーって、そうかい、そうかい、君には俺みたいな馬は嫌やねんなーって思って、ねえ、えー、先生にね、こう言うてるんですよ。先生も苦笑いですわね。えー、子供に、全然なんやろ、かっこええと思われてない。どっちかって言わた、いやー言われた、ねえ、 瞬間の大人の顔を先生はどう見てるんやろうってね <laughs> 思ってえー、あれちょっと最近ショックやったなうんねそやなあとねえー、まだ時間いけるなこう ふいにね、しん、まあまあ、夜12時ぐらいまでは、こう、ウーバーやっとるんですよね。で、12時台、一応12時で締め切りが、11時ね、裏さなんか知らんけど、11時59分ぐらいまで、ボン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 注文入るんですよ。二件持ちとかね。ほんなら、それを受けてしまったら、 だいたい12時超えても配達してて、本当に家に帰るのが 1, 1時超えぐらいにな,なる時もあるんですね。うん。ほんならやっぱりこう、緊急事態宣言で、もともと人が少ないのに、だいたい深夜近くなったら、ものすごくね、道が暗くて、結構人がいないんですよね。今、その時間帯って。で、まあ、 気楽に走れるからいいんですけど、僕はあの、例のね、あの、タヌキの置物を怖くなるぐらい怖がりなんですよね。うん。なんかちょっとこう、んやろう、後方の方の車のハイビームでなんか照らされた、ねえ、影でなんか、あの、電信柱の、が、 なんていうこう、バーッと映っただけで、うわーって声上げてしまうぐらい、電信柱の影やんってね、思うぐらい、ビビリな時はビビリな、ビビリなモードになるんですよね。こう、緊急事態で人がおれへん。まして、深夜12時超えてるぐらいの時間帯に、シーンってしてる中をずーっとこうバイクで走ってたらね、急にですよ、急に、 怖いっていうモードに入るんですよ。あれこ、こ、怖いって思うんですよ。で、どうしようどうしよう、お化けでえへんかな、お化けでえへんかな、思ってたら、あのー、あ、あ、<laughs> 今乗ってるバイクってビッグベンのバイクやーって思ってね。<laughs> ビッグ、ビッグベン死んで、お怖い <laughs> バイク、 バイク怖いーって思って、もう、ど、なんかもう、ほんまにちょっと、うわーいうぐらいビビって、あの、ねえ、ちょっと、あの、ちょっと路肩に寄せて止まろうかな思うぐらいビビるときあるんですよね。なんか、とりあえず明るいコンビニに立ち寄られへんかなあいうぐらいもう、心がビビってもうて、乗ってるビッグベンのバイクですら、もうなんか、怖なってきて、なんか、ねえ、えー 怖い怖い怖いいう、あの、もう、だって乗ってるから逃げられへんしね。<laughs> あの時怖いわ、ほんま。ねえ。こうは思いながら、あの、<laughs> 走ってますけどね。急にそんなわーっと、なんか怖いモードには突入する時があるんですよね。うん。うん。とか、あったりねえ。<laughs> ええ。 ベンベンのバイクめっちゃ乗りやすいねんけどな、うん、それぐらいあのめっちゃ乗りやすいねんけどなあの <laughs> なんかやっぱりな亡くなりたてやからちょっと怖いねんなねえ難保弟子とはいえうんねえねええーね、ええー、あそうやんなあの あなんか、これ、なんかすごくネタっぽいなと思った出来事で、これ、なんかちょっとうまく書いて、寄席のネタに使えるんちゃうかなと思った、ほんまにあった出来事なんですけどね、こう、まあ、ウーバーとか、僕、この持っていくじゃないですか。んならあのー まあ、例えば、マクドーやったら、まあ、マクドーの注文の列と、皆さん多分見たことあるかなあの、ウーバーとか、そういう、専門のちょっと並ぶとこ、ちょっとおかしいけど、窓口みたいなのがあるんですよね。橋の方に。うん。で、そこに僕はばーっと入っあ、あのー、ね、な 横では並んでるんだけど、一目散にそこのね、ウーバーの取り口のとこに並んで、えー、あの店員さんに、あ、ウーバーですって言うたら、あ、お待たせしました。あの、はいー、みたいな、ちょっとお待ちください、言うて商品を受け取るんですけども、えー、<laughs> 混んでるから。で、えー、僕がスーッと行ったウーバーの列のとこで、そこも混んでて、僕の前にも、 出前館みたいなのが並んでたりしてて出前館の兄ちゃんがおって俺がおってそのその後ろにね多分,分かあんまり分かれへんあのー、おじいさんが俺の後ろに並んだんだですよあこの人まさかウーバーではないけどこっちの方が列少ないから間違ってこっちに並んだんやろなあ思ってまあでもええわあ思って。 別にね、う、え、ん、ー、で、まあ、ウーバー、じゃあ、その、出前館の人がはけた、はけたから、さあ、あと出ていたから、次、俺の番やから、店員さんに、ウーバーですって、まあまあ、もう、なんていうのウーバーイーツですとかは言わないじゃないですか。もう、あの、ウーバーです、みたいな感じの、なんか、かんね、なん何喋ってんのやろぐらい、ウーバーですぐらいの言い方ですよ。ほんで、向こうも、はい、どうも、みたいな感じで、ちょ、少々お待ちください、言うて。 ほなね、その光景を見てた後ろのおじいさんが、おば、おじいさんがなんか名乗らなあかんのかな思ったんでしょうね。<laughs> 俺がウーバーですって言って注文を受け取ったじゃないですか。で、俺、その、受け取って、俺自分のウーバーのカバンに詰めようとこう、ね、整理しとったら、次そのおじいさんが、林です <laughs> ほんまやでこれ <laughs> これようできたネタになるんちゃうかなって思ったも俺<笑>で <laughs>「いです」って言ってるから <laughs>「はい」みたいな感じになってね「ああこれなんか俺,俺,俺が上です」って言ったんこう名前を名乗ってるみたいな感じに思ったんやろうなうんそんなあの感,じ感じの人がいましたわうん。 <laughs> なかなかマクドであの名は何もらんからね, <laughs> ねそんながあったりとか <laughs> えー、あ49分ねなんかあれやな来週もねえー 1>, 1週間に1回はここでね、なんかこういう、その週あったこととか、最近あったことをこう落ち着いて喋、えー、るっていうのがね、僕もルーティーンって言ったらおかしいけどね、えー、もう楽しいから、うん、ちょっとこう、コロナ憎しなとこがあって、そのね、楽しさを奪われるのは、ちょっとこう、仕方がない、まあ、腹立つけども、ねえ、まあまあ、しゃあないですわね。えー またね、えー、お送りできる、ね、日が来ることを、えー、望みますけども。うん、ねえ、えー、まあまあ、だから、イベントはだからどうなんのかな分からへんの。緊急事態がどないなのか分からへんけども、とりあえず、えー、14日が、 えー、T.J. ブルースがありますそして、えー、16日これはでも中止になるんちゃうかなピーズカフェというところで僕出ます、えー、あそうそうあのー、ラジオネーム花形君からもね「えー、あのウミガメどないなりました?」って、えー、お便り来てたんですけどもそうそうそのウミガメを、えー、つい えー、この前再録しましてねでそれをの、えー、でき今編集してもらって新たな新しい音となって生まれ変わるんですよね、えー、それを、えー、そのピーズカフェというところで初お披露目するんですけども、えー、そのライブもちょっとわからんな延期になる可能性もあるな。 まあ、でもじゅその日にね、えー、CD ウミガメのニューバージョンというか、そっちの CD をもらえ僕の手元にもらえるはずなんで、えーね、この緊急事態開けた時には、それかけれるかな、えー、ウミガメ、ねえー、そして、えー、18日が、えーね、あるんかないんか分からへん告知を今してますけども。 えー、ロフトプラスワンウエストでね、えー、TJ ブルースベストっていうのをね、えー、やる予定ではあるんですけどね、えー、ちょっとどなになるのか、えー、わからないですけども、うん、ねえこうねえ楽し,い楽しさというか、うんね、そういうのがこう <laughs> うん、うん、ね奪われていくのはねちょっと寂しいですけども、うん、さあ、えー、お便りも、えー、読み忘れはないですねはいえー、あのーえー、他局ですけどもイコラジオの方でやってるサキソン・ジャックの噂のラジオは まだ今のところは、えー、やる予定なので,、えーえー、で新しく更新された回の、えー、再放送版がね、えー、今日の日付変わって12時0時からね、えー、放送されますんで、まあ、聞き逃してる方は、えー、このねこ今日の0時が、えー、再放送も、えー、加えた。 えー、最後の放送なんで、ぜひそれをね、えー、聞いていただけたらいいなと思っております。ねなんかこの頃ね、腹が減るんですよね。当たり前やけど、この時間。山田ジャック、今、一日一食を目指して頑張ってるんで、できるだけ一日一食にね、えー、近づけるように頑張ってるんでね。うん。あのー、耐えれてたはずやねんけど、ちょっと腹減るね。えー 言えばばっかりおったら食うてまうんでしょうね。昨日はだから、ええー、あれですよ。あの、ちまきと、うん、かしわ餅、ちょっと食いすぎるぐらい食っちゃいましたね。ええー。かしわ餅3つにちまき2本食っちゃいましたからね。あの、<laughs> どこがダイエットやねんって言われてる,いるんですけども。まあ、子供の日ぐらいいいやろうということでね。えー なんかそういうものを食ってまうわねもうこの頃なんかそういうかしわもちとかあんなん好きやわねあんまりねこの洋菓子というかシュークリームとか前まで好きやったけど最近はそっちにはほんまに手伸びないんですけどねなんかかしわもちとかなんか三色団子とかねあんな系、えー、なんか手伸びてまいますわほんまねえー 子供に「あんなウーバーいやー」言われたんが結構ショックな、えー、山田ジャックでしたけどね。うん、<laughs> さあえー、あ,あそうそうあれですよね、えー、さっきのタカちゃんがかけてたね尾崎豊かか,のかけてましたけどもあの、まあ、コロナでかどうか 違うらしいんですけどまあこの、やっぱりこの不景気で、あの、キラーカーンのね、店、居酒屋カンちゃんが5月22日でね、閉店ですって、ね、寂しいですよね。あの、尾崎豊がね、生前、その、キラーカーンの居酒屋カンちゃんに常連やったって言ってね、えー、まあ、尾崎豊つながりでちょっと思い出したんで、えー、でそういうキラーカーンの店、 がねなくなるっていうのが悲しいことですけどもえー、さあえー、またねえー、あれねあのーえー、開けた時には皆さん会いましょうえー、ラストの曲はねえー、またミーガールで、えー、モレロチェギーねこれモレロやから俺最初お前あの ルビーモレノかなって読み間違えるぐらい、あの、懐かしい。ねえ、モレロ・チェリーっていうね、歌で今日はお別れです。皆さん、緊急事態明けてまたお会いしましょう。お疲れ様でした。山田ジャックでした。